めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けるや大皿の庭だ。心配すんな。今じゃあいつは俺の子分だ。あら、いつの間に。俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ何度か会ってるうちに自然にな。ここ通ってナミを救いに行ったの。ずいぶん前の。こんな奴らにやられやしねえ。しっしっし、逃げるぞ。それにしてもフランキー、よくあのでけえの子分にできたな。おう、付き合ってみりゃ気のいい野郎さ。船の修理も手伝ってくれたしな。待ってろよリム、お前の大事なもん絶対取り返してやるからな。私を助ける理由って、うん、やっぱり何でもない。いたぞ、ザルだ。あら、その後ろにいるコンボ、様子がおかしいわね。ゴル1号。くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前がリムから水晶玉を盗んだのか。ボス、そのボスが何なのかわからねえけど、盗んだものがあるならリムに返してやれよ。だからそのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え、近づいてるって何が。またでっけえのが来たな。こいつがボスか。水晶玉は渡さない。おとなしく帰れって言ってるぞ。間違いなさそうだな。こいつがリブの瓶から水晶玉を盗ませた犯人だ。どういさ。おい、お前、リムの玉はどこにあるんだ。返せよ。どういさ。一瞬ひるんだぞ。でもダメだ、どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリアには行かせないって。どういうことだ。あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。
そう、確かにメモリアに行くにはあの許しの水晶玉が必要なの。でもドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて、水晶玉はもういいから。でもあれがないとメモリアに行けねえなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。ちょっと待ってな、リムちゃん。すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。練習台にはちょうどいい。みんな、お前の宝物は俺たちが取り戻す。みんな、いっぺんに行くぞ。